理感を合わせるのは難しいショットですけど、ナイスショットです。あ、入れていきました。昨日はこの14番でバーディーを取りました。ちょっと左切れます。来た。この今日の陽気でしたら川崎選手も2オン狙えますから、ティーショット次第ですね。はい、今週はパー5だけで3アンダーですか。ナイスショット右に出たけど、はい、お、寄っていく寄っていく、見事なアプローチになりました。右内側ですね。入れていきました。どっちかといえば右センター狙い、フェアウェイあれば OK です。ど真ん中カリと最終組となります。この川崎です。さあこれを入れて河本佐藤と2打差にすることができるか。いや惜しいけれども、まあ、そうですね、160ヤードはきっちり欲しいところですね。右サイド、はい、こう切れていくラインです。これが入れば16アンダーどうか来るか。本当にいいパットですねこれは。あ、ちょっと右に出ても右のラフあたりはそんなに長くないんで、左はやっぱり気をつけたいところですね、はい、ちょっと右目向いてますけどドロー系ですかね。立ち方は昨日でしたっけね、あのバンカーの右に行って、そうですね、はい、カート道で止まりましたが、そうですね、これはもう完璧ですね。どんなセカンドショットを見せるのか。感じですね。続いて川崎遥です。でこちらはドライバーの川崎のスローです。小柄な選手ですけどね、非常に軸がしっかりしてインパクトからフォローにかけてスイングワーク大きいですよね。大きいですね、はい、まあ、そこがね飛ばす秘訣でもあるので、うん、96ヤードです。おお、狭いところに置いてきてバーディーチャンス。改めてご覧いただきます。やはりねフェアウェイからだと積極的にあの今日のピンポジション狙っていけますもんね、うんうん、右が4ヤードしかないんですけど、そうですね、パーは結構やっぱり本当ちゃんと取れてる。まあ、本当に振
りはすごいでしょ。うん、そうですね。はい、これ飛距離 もう全然出て、これ見てください今ね、はい、あとで行きましょう。歩いてるスピードがみんな一緒なんですよね、はい、これってすごくプレーしやすいんですよ。そうなんですか。歩くリズムもそうですね。136ヤード。すみますね。で左に曲がっていくと思います。そのラインを読み切れるか。川崎春香バーディートライ。しっかり打ちました。しっかり打った。そしてねじ込みました。3連続バー。これイトエンレディスより前にティーイングエリアが出たことによってさらにこの障害が、はい、影響してくると思いますね。現在トップタイメジャーチャンピオン川崎春香。風はフォローです、はい、さすがでしょう。ランも出る、はい、まっすぐでしょう。抜群のところじゃないでしょうか。本当に綺麗に立ちますよね。ピンの下。ああ、ね、少し、うん、やはり今日のコンパクションから考えるとね、はい、フェアウェイから打つと、もう100ヤード以内のショットっていうのはあのようにスピンで戻ってしまうケースが多いですね。前の組とか見ているとあのフェアウェイの本当の大きな傾斜にかかったりして左足上がりだとか下がりだとかがかかってしまうんですけど、はい、川崎選手本ピンまで154ヤードですから、ピンの手前に残しておきたいとなるとキャリーで150ヤードぐらいで打ちたいですね。はい、川崎さんは何番ぐらい持ってんだろう。しっかり振ったように見えますね。今一つ、うん、はい、段に上る手前の急傾斜に当たって戻ったんですね。川崎春香の第3打です。123ヤード。はい、ファーストカットからですね。あ、ピンの右、はい、ティーショットが右のバンカー。実はかなり距離があるんですよ、はい、その間に池もあり。どうしてこうやって映るんだろう。この角度、そうですね。なんでですか、本当すぐ後ろに不思議だな、まあ、我々がいる放送席が100ヤードほど離れてますよね、はい、うん。川崎の第2打。段上になりますね、はい、これはね。キャルカ。6番アイアンです。はい、川崎のボールも本当に、ね、1センチも動かないぐらい、ね、2打差単独トップの川崎セカンドショット。川崎もここがダブルボギーですと
プレーをですね。はい、ということになります。すでに長島はホールアウトしています。まあ、高くは池に落ちてしまったのでどうなるかというところですけども、ただ高久さんは入れればパーですからね、はい、そう。